西南学院グリークラブは西南学院大学の学生により構成される1919年設立の九州最古の大学男性合唱団である。略称は西南グリー。西南学院創立3年後の1919 19年に宣教師フルジムによりチャペルサービスの楽器合唱のグループとして誕生し1928年に 合唱部門と楽器部門に分離独立。1934年に第1回定期演奏会を九州日報社ホールで開催し、西南学ングリークラブとして合唱活動を始めた。1943年、国際情勢が緊迫化し、戦時体制が強化される中、学徒戦時動員体制確立要項が6月に閣議決定され、同年7月1日の 第9回定期演奏会をもって活動停止に至った。この時に演奏した愚能の兵士の合唱等は万来の拍手で称され戦後指揮者として男性合唱を経遠した福永洋一郎は部員としてピアノ伴奏を担当後に純粋に美しい精神の盛り上がりを体験したことは後々あまりなかった。青年の心情の美しさが 音楽を通して結びつき、身を結んだ最も素晴らしい水晶。演奏会終了後、いざ縦線人よ二度と共に歌うことはない、と福岡市の西人から天神までの4キロメートルを、涙し万感の思いを込めて歌い更新したと、記している。いざ縦線人よは1920年、関西学院グリークラブが初演、同志社グリークラブ、西南グリーも、英語で歌っていたが、戦中英語は、 適正語として歌えず、キリスト教排斥により宣教師も帰国する中、部長を務め聖南グリー OB でもあった藤田一郎が役視し、聖南グリーだけは日本語で愛称家として歌い続けた。1945年10月に復員した10名の部員で最高。翌1946年春、後に指揮者、作曲家として音楽界の重鎮となる石丸博士を、 当時まだ23歳の若さであったが、専任指揮者として迎え、石丸の指導のもと1947年の第一回西部合唱コンクールで1位を獲得した。1950年時点においては、指揮者が石丸博史、ピアノ伴奏が福永陽一郎という、その後ともに日本の音楽界の重鎮となるコンビであった。その後、石丸の状況に伴い、 学生式で再出発することになったが、新道国彦の式により1951年第4回、全日本合唱コンクール大学の部で5位。1952年6月に第1回独立演奏会を開催。11月の第5回全日本合唱コンクールでは、大学の部3位を獲得。その後も九州大学、福岡教育大学を抑えて、 全国大会に連続出場し、合唱の西南は、全国的にも、有数の男性合唱団の一つとして知られるようになった。1959年創立40周年記念大八回定期演奏会を、OB e の福永陽一郎を客演指揮者に迎え、OB 合唱団、西南シャントゥールの参助出演等により開催。1969年7月、 創立50周年記念第18回定期演奏会を行い、7月に小倉、10月に関西、東京で創立50周年記念演奏会を、12月には50周年記念西南学院グリークラブフェスティバルを開催した。1974年には創立55周年記念九州一周演奏旅行と、 創立55周年記念第23回定期演奏会を実施。1979年年は2月に第1回アメリカ演奏旅行、12月に創立60周年記念第28回定期演奏会を開催した。以降6回にわたるアメリカ演奏旅行、ヨーロッパ等の海外演奏旅行のほか、国内の演奏旅行、関西学院グリークラブ、 同志社グリーンクラブや海外を含めた男性、混成、女性合唱団とのジョイント、三女出演等を行った。石丸博士、福永陽一郎、畑中良介、関谷進、北村京一など、プロ指揮者を客演指揮者として迎え毎年の定期、演奏会を開催、1990年代初頭は部員が100名を超えたが、2006年の 第54回定期演奏会を終えた翌2006年3月には3名の現役部員の卒業によって部員が1名となり、実質的に活動停止状態になった。この年は、西南グリーの活動の源でもあった、ランキンチャペルが老朽化により解体となるめ同チャペルにおいて、ありがとうランキンチャペルを開催。全国から西南グリー OB が集まり、 20歳代から80歳代まで総勢250名が男性合唱でランキンチャペルとの別れを惜しんだ。この時点で現役グリークラブ員はゼロであったが、その後 OB の尽力により2008年5名の部員により創立90周年記念演奏会を西南学院大学チャペルにて開催。2009年創立90周年。 記念西南学院グリークラブフェスティバルを開催。OB300 名が集まり、新創なった西南学院大学チャペルにて、卒業年代10年ごとのステージに現役グリー部員も含めて合唱した。2010年西南コミュニティセンターにて、リバイバルコンサートを開催。翌2011年定期演奏会を再開。2019年9月22日、客演指揮者に、 国母大介を迎え、創立100周年、記念西南楽イングリークラブフェスティバルを開催した。1954年、卒業しても歌を続けようと OB e 合唱団を作ることになり、OB の内海慶蔵らが中心となり、一般の男性合唱団、聖南、シャントゥールを創設。西部合唱コンクールに出場し、伝統を誇る福岡合唱団を破り1位。 全国大会でも3位に入賞した。以来、西南学院卒業生のみのメンバー、同窓会的な歌ではなく、高みを目指した男性合唱にこだわって活動を続けている。西南学院グリークラブ OB 会とは異なる。西南学院卒業生であれば、合唱経験なしでも加入できる。ありがとうございます。